紀元79年、古代ローマ帝国の商業都市であったポンペイは、火山噴火に伴う大規模な火砕流で一夜にして壊滅しました。高さ6メートルの火山灰に埋もれた町は、何世紀にもわたって忘れ去られていましたが、18世紀以降の発掘調査により、古代ローマ帝国の栄華を物語る数々の発見がなされています。ポンペイを壊滅させた火山とは、イタリア共和国ナポリ近郊にあるベスビオ火山、標高1281メートル。ナポリ湾に面した海岸近くの火山で、そこから南東10キロメートルほどの場所にポンペイの町があります。噴火が起きた当時、町には推定1万人前後の人が住んでいました。紀元79年の10月頃、ベスビオ火山は爆発的な噴火を起こし、噴煙は推定で高度3万3000メートルに到達。噴石が雨のように降り注ぐ中、町の住人の多くは避難しましたが、それでも1000人ほどは町に残りました。そして噴火発生の日の夜、大規模な火砕流が発生。空高く立ち上った噴煙の柱が自らの重さで崩壊し、雪崩のように周囲一帯を襲ったのです。火砕流は火山灰、軽石、水蒸気などからなる高温の流れで、時速 100km 以上の猛スピードでポンペイの街を飲み込み、海岸にまで達しました。ポンペイの遺跡を覆う高さ6メートルもの火山灰は、空から降り積もった火山灰、高火火山灰ではなく、火砕流がもたらしたものなのです。なお、遺跡からは1150体余りの遺体が発見されているとのことですが、死因は火山灰や火山性ガスによる窒息ではなく、火砕流の高熱であったと考えられています。火砕流の温度は摂氏250度から400度と推定されているので、一瞬で人々の命を奪ったことでしょう。その後もベスビオ火山の噴火はしばしば起こり、4世紀から5世紀にかけての比較的大きな噴火で、ポンペイの街は完全に地中に埋もれてしまったようです。長らく忘れ去られていた古代都市ポンペイが再発見されたのは1748年のこと。火山灰の下から掘り起こされた絵画や美術品は驚くほど保存状態が良かったそうです。鮮やかな色彩がそのまま残っていて、古代ローマ帝国の栄華を今に伝える貴重な資料になっています。ポンペイの絵画や美術品がこれほどよく保存されていたのは、火山灰が乾燥剤の役割を果たしたから。火山灰の主成分である火山ガラスは非常に細かい二酸化ケイ素の粒子で、変質することでシリカゲルとよく似た物質になることが知られているのです。シリカゲルというのは乾燥剤に使われる粒々ですよね。二酸化ケイ素の微粒子が塊状に集まってできた固体で、隙間が多く表面積が大きいのが特徴。湿度が高い時にはシリカゲルの隙間に毛細管現象の原理で水が吸収されます。またもっと湿度が低い時には表面に水分子を吸着させることで湿気を除去します。このようなシリカゲルと同様に、ベスビオ火山の火山灰は湿気を吸収する役割を果たしたと考えられるのです。それでポンペイの遺跡は空気だけでなく湿気からも遮断された地中で、およそ1700年もの間保存されることになりました。火山の噴火様式のうち、大量の軽石や火山灰を高く吹き上げる大規模な噴火をプリニー式噴火と呼んでいます。プリニー式噴火の代表例は富士山の宝永大噴火1707年や浅間山の天明噴火1783年。このプリニー式噴火のモデルとなったのが紀元79年のベスビオ火山の噴火なのです。噴火の当日、古代ローマ帝国の軍人であった博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥス大プリニウスはポンペイ市民の救助のために現地に向かいましたが、そこで命を落としてしまいます。その後、大プリニウスの甥にあたるガイウス・プリニウス・カイキリウス・セクンドゥス小プリニウスが友人の歴史家コルネリウス・タキティスに宛てた書簡の中で、叔父の死の経緯とベスビオ火山の噴火について詳細に記載しました。この時の記述が元になり、ベスビオ火山に代表される噴火様式をプリニウスにちなんでプリニー式と呼ぶようになったということです。なお、ベスビオ火山の噴火よりも明らかに規模が大きいものについては、
ウルトラプリニー式噴火、あるいはカルデラ噴火という名前で呼ばれ、プリニー式噴火と区別されています。ベスビオ火山は紀元79年の大噴火の後にも繰り返し噴火している活火山です。激しい噴火だけでもその数は30回を超え、特に1631年から1944年までの約300年間には23回の噴火が記録されています。現在は噴火していないとはいえ、非常に活発な火山であることがわかりますね。ベスビオ火山のあたりで火山活動が始まったのは少なくとも40万年以上前。活発な火山活動の原因は2枚のプレート、地球表面を覆う硬い岩盤が地中海の下で衝突しているからです。どういうことかと言いますと、ヨーロッパが属するユーラシアプレートの下に北上するアフリカプレートが潜り込む形で、地中海のあたりで2つのプレートが衝突しているのです。その結果、沈み込むプレートとともに地下深くに引き込まれた海水がマグマの形成を促して活発な火山活動が起こっているというわけです。